さあ、行きましょう。どうも、タブヤンと申します。ソロモンの鍵、ルーム31から、続きやってみたいと思います。わー、またパズル系か。あ、敵もいるじゃん。しかも早っ。ここまで来た。マジで？これは難しそうだぞ。ここから行くの？これ。なんか取ったぞ。今の羽。ここまで来たぜー。あー、間違った。誕生ミス。まずは目標鍵。取れた。次どうすんだ。おお、なんかライフが増えた。
そこ入れない？やっぱり無理か。よし、今度はこっちだ。怖いぞ。まずまずの戦いだ。ルーム32。鍵あるよ、あそこ。あ、落とされた。死んじゃった。ジャンプ、ジャンプ。ほっ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 ほ。作った人には悪いけど、ずるーいクリアの仕方でした。33。わー、なにこれ。誰か俺の代わりに鍵取りに行ってくれねえ。これきついね。あー、ジャンプしたら上にいる。難しい。鍵さえ取れればな、一気死んだらいいんだけどな。意味があるんだろう。ほれ、広くなった。だから何？こいつがおるからな、邪魔なんだよな。うっそ、危ね。タイミング悪う。失敗。ちゃちゃっと山登りして、こうなったら産んでいく。これをさ、ああ、上とタイミングが合わない。こいつらタイミングずらしていこうか。
しチャンス。あ、戻ってきた。うそー、余裕ありすぎた。ビビってもうた。また来るもんな、あいつら。まあそうだよね。あかん、ノープランや。潰しよるもんな、このウサギ、ウサギが。どうせよくできてるな、この面も。そうか、一回逃げるか。とぅ、逃げろ、とぅ。おっしゃ。あー、やばい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 、逃げられなかった。迷路を作っとこうか。今日は絡もうとしてる。これで何、時間稼ぎ。絶対時間足りひんよね。あー、そっちまで行けなかった。ダメだ、残り1機では無理だ。残り2機ないとね、鍵取った後死ねないもんね。ああ。うん。作るのめんどいね。そう、ここ、ここに閉じ込めよう。だけどいいんじゃない、一応取り込めたし。さあ、ゆっくり掘ろう。どうするこいつら。こいつらでもだいぶ巻きがあるから、部屋に閉じ込めたりできるかな。
後ろから来た。くそこういうこと、そういうこと。最初の4体はこれで、次の4体は上に閉じ込めるという。よし、取った。もう一機あったよね。よーし、成功。ふい、疲れた。さらばだ。クリアー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 。お見苦しいところをお見せしました。ルーム33クリアー。今回はここまでにしたいと思います。最後まで、退屈な動画を見ていただきありがとうございました。次回はもうちょっと頑張ります。